おはようございます。東北シューツリング3日目スタートです。ということで、お世話になりました庄内夕日の丘キャンプ場を後にして、本日はですね、山形から宮城ですね、宮城の太平洋側の方に今日は行きたいと思います。本日1個目の目的地なんですけど、宮城県のとある山中にすこぶる有名な豆腐屋さんがあるらしくて、立地的にバスや電車で行くのはちょっと厳しそうなので、こういうところこそまさにバイクや車で行くべきところっていうところなんで、宮城の仙台市方面に行く手前にありますんで、まずはそちらの山の中にある豆腐屋さんに向かって走っていきたいと思います。これ昨日お買い物したイオンなんですけど、なんかここにクソデカ風車があるんですよね。なんでしょうね、あの風車は。SDGs のこと考えて、こちらのイオンモールは電気は自社で賄っておりますみたいな、そんな感じなのかね。なんか風車が結構ありますね。あそこにも、あそこにも、あそこにも、あそこにも。なかなか、この隣住では見られない風景ですね。目に焼き付けとこう。今左手に流れてますのは、最上川という川だそうです。一級河川。日本海まで 27.8 キロ。もうすぐですね。昨日まで泊まってた庄内地方、庄内地方はもうほとんど日本海に面してると言っていいぐらいの場所でしたからね。あそこまでこの川がずっと流れてるんですね。あのカモたちは何を考えてるんやろ。川の上流をじっと見てたんやけど、ご飯が流れてくるの待ってる感じかな、こう魚が上から。天気もいいし最高のツーリング日和です。てか頑張って、あの雨雲すごい避けてるんですよね。めちゃめちゃ天気予報見て、多分今日本で一番天気 .jp のサイトにアクセスしてる男がこちらにおります。知らんけど、あ、誰もいなくなりましたね。ふぅ、ラッキー。山ん中に入ってきました。ワインディングだぜ。ひゃっはー。いやー、いいカーブ。あー、気持ちいい。からの、もう一回。あー、もう一回。さらに、ぐるっとカーブで、もう一回、県道56号線、なかなか楽しい。と思ったら片側交通でした。A few moments later. 走り始めて1時間ぐらい経ちました。今山形県の東根市内を走ってるんですけども、今さっき青看板の文字に仙台まであと何キロっていう表示が出てましたね。ついに宮城県仙台迫ってきました。でもこれから宮城の方に行くには多分、もう一回これらの山々越えないと多分行けないですよね。その A の豆腐屋さんは山の山中にポツンとちょっとした集落というか、そうした村があって、そちらで営業されてるみたいです。なんか外で食べれるようにテイクアウトで食べれるような場所もなんかあったような雰囲気があるのするので、豆腐屋さんの厚揚げもう絶対うまいじゃないですか、まあ、それを今日の朝ごはんですかねにしたいと思います。来ました、宮城県仙台市に入りました。今回の東北一周ツーリングで3軒目ですね。福島、山形に続き宮城入りました。もうでもここ仙台市なんや、やばいやん仙台市、緑しかないでっていう冗談はさておき、仙台市は仙台市でも山間部はありますよっていうことですね。
ここぞとばかりに伊達政宗像の絵が描かれてましたね。宮城県ようこその看板のところに。今回のツーリングも時間あれば宮城県仙台といえばこの像みたいな伊達政宗像を見に行きたいですね。テレビとか YouTube とかでももう絶対仙台の映像で絶対差し込まれるかのカットイン。さああともう10分ちょっとで着きます。おお、ダムだ。は大倉ダムだそうです。すごー、ダムの上通ってるよ。もう開けちゃおうかな。もうなんかほんまに山の中にポツンと出てきましたね。集落というか町が。で、豆腐屋さんが、ありましたね。これですね。というわけで定義山のふもとにある定義豆腐店食べてきました。厚揚げ食べたんですけどですね、有名なだけあってめちゃくちゃうまかったです。やばい、マジでうまかった。とんでもねえうまさですわ。うますぎて2枚食べちゃいましたもん。結構1枚でもそこそこのボリュームあるんで、だいたい皆さん1枚ずつぐらいしか食べてなさそうな感じはしたんですけど、2枚食べちゃいました。なんつうんですかね、なんかもう、いや本当に月並みな表現になるんですけど、外はカリッカリの中が、まあ厚揚げなんでふわふわ、カリッ、ふわっ、みたいな。もう間違いない、みんな大好きなあの食感ですよね。であとそうテーブルに備え付けられてるお醤油、これもねめちゃくちゃ美味しかったです。結構味濃いめのお醤油なんですけど、それがこの厚揚げと絶妙にマッチしてて、今ですね先ほど定義山で定義豆腐を食べて、今仙台の伊達政宗構造のとこに向かってて、今愛子バイパスっていうとこ通ってるんですけど、さらっと気温の表示があったんで見てみたんですけど、今現在なんと気温32度らしい。仙台の平野部32度はさすがにやばすぎないか。ガチで危機感持った方がいいと思う。10月2日でまさかの30度超えっていう。ガチで危機感持った方がいいと思う。来た来た、仙台来ました。仙台市の中心、もうすぐ伊達ちゃんが見えてくるはず。待ってろ伊達ちゃん。お、家紋じゃないですかこれ。家紋。ずんだもんのあれを飲みます。わあ、うまっ。めっちゃうまいっすこれ。ずんだシェイクおすすめです。ずんだもんちゃうとなんかちょっとありきたりな感じだったんで、このずんだシェイク飲んでみたんですけど、めっちゃうまいっすこれ。いやついに見れましたね伊達ちゃん。いや仙台城跡面白かったですね。なんか
思った以上に人気あるんやなって思いました。今日土平日なんですけど全然人たくさんいて、おお、さすが東北トップクラスの観光地なだけあるなみたいな感じでしたね。意外に意外にお年を召した方だけじゃなくて、若い子、僕と同じぐらいの年とか、もっとさらに若い20代の男の子、女の子とかも観光来てたんで、こんな人気なんやってちょっとびっくりしました、仙台城の人気に。で、今仙台市のど真ん中にいるわけなんですけど、こっからですね、日本三大ツーリングルートの一つ、ロジカコバルトラインに行きたいと思います。結構時間かかるのかなと思ったら、なんと意外に意外、こっから2時間で着いちゃうらしいです。仙台城から74キロ、すぐそこですね。ほんとなんかこう街をこう危なーい危なー大都会仙台、金髪のギャルもおるわ。おお、すげえ、大都会仙台やばっ、大都会チーっす。これが仙台市ですか、なるほど。伊達政宗公の愛した町。これからもうちょっと車通りも少なくなると思うかな。もう何しろとりあえず今日暑い、32度ですよ、32度、半袖ですよ半袖。10月2日やのにやばすぎ。ガチで危機感持った方がいいと思う。はぁ、ガチ。ほらもう見てください、あれ T シャツミニスカですよ。32度暑すぎっすよマジで。熱中症に気をつけましょう。あ、休憩します。A few moments later. 休憩終わりです。東松島市、ゆるキャラ、松島大橋、松島小橋、なんじゃありゃ、なんでしょうねあれ、自衛隊のなんかの演習でしょうか。綺麗に放射線状に散らばってますね。45度45度45度みたいな感じで、珍しい、なんかええもん見れましたね。おお、もうね、ほら消えちゃった消えちゃった。おお、めちゃめちゃタイミング良かったですねマジで、ラッキー。わー、何これ、旧北上川、川幅がめっちゃ広いですね、広川幅。うわー、日本海ついに来ました。太平洋側から出発して怖いな日本海だと思ったら、ここ満玉浦っていうところらしいです。浦であって海ではないわけなんですね。満玉、満国、どっちなんだろう。まさかの満石浦、満石浦ってなんか嫌だな名前。オシカホエールランド、朝の7時半に山形の庄内地方を出発して、現在時刻2時18分ですね。やっと、ロジカコバルトライン、到着しました。ワインディングロード満喫するぞ。おーい、いい景色やぞ。さあ、どんな、ワインディングロードなんでしょうか。おー、いい。ちょっとよそ見しがち。この隙間から見える
景色見えない。隙間から見える景色。ほっ。マリオかよ。あー、いい景色やった。一瞬見えたやつ。このくねくねくね。ナイス。だいぶ標高が上がってきました。もう少ししたら展望台あたり着くみたいなんで、展望台行ったら一旦そちらで景観を堪能しましょう。いいよ。ナイスカーブ、ナイスカーブ。やべ、楽しい。ちょうどいいな、この R の強さ。ここか、展望台。ここなのか、展望台は。とりあえず先っちょまで行ってみましょう。いいよ。楽しいね。うん。この木何の木、なんか絵になる木やなこれ。コバルトブルー見えるかな。ちょくちょくありますね、絶景ポイントは。さあここはどうだ。ここ、おー、素晴らしい。次ここ、おー、キラッキラ公園。君か、さらに登っていく。鳥さん、俺は行きたいやん。やば、めっちゃ景色ええやん。砂浜来たぞ。波打ち際まで。トリップメーター一周回りました。0005。1000キロ超え。3日で1000キロ超えか。東北来るまでが結構かかりましたからね。あと3日でどれぐらい伸びるんでしょうか。東北期待です。
やば、クソエモいやん。これやばくないか。なんだかんだ今日一来てるかもしんないです。やばー。エンモ。とりあえず今日のこれからの予定なんですけど、6時まで時間を潰して、6時から快活クラブに入って、洗濯回して、ライト、ランタン等々充電して、で、ご飯だな。ご飯どっかに食べに行かないといけないですね。どこに行こうか。ちょっとそれも兼ねて、ちょっとブラブラしますか。買った買ったで。グランドシートを持ってくるの忘れたんで、グランドシートを買ってきました。とりあえず今日のホテルまで行きましょう。着きましたね。こちらでございます。 A few moments later。 お疲れ様です。ただいま時刻は9時ですね、夜の。で、これからちょっと石巻駅の方、駅前の方に行って晩ご飯を食べてから宿の快活に戻って今日はもう寝たいと思います。じゃあ晩ご飯食べに行ってきます。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったっす。毛が出てくるもの全部美味しくて、もうデコになっちゃいますよ。よし、じゃあおとなしく快活クラブ戻ります。ひどいやりさまですね、この部屋の状況。いや、なんとか一日終わることができました。はい、じゃあこれからですね、明日のルートを決めてから寝たいと思います。東北一周ツーリング3日目もお疲れ様でした。